レスリング柴田三條。どうも、YouTuber サイコさん柴田です。今日なんですけども、この動画を見ている皆さんの意見をちょっと聞きたいなっていう、件でですね、まあちょっと僕自身ちょっと悩んでて、これって俺がいけなかったのかな、それとも向こうが悪いのかなみたいな、ちょっと僕自身何とも言えない、これはどっちが悪いのかだね、どっちが失礼なのかちょっと分かんないような、そんな一件だったんで、まあ客観的なね視聴者の意見も聞いてみたいと思い、動画を作ることにしました。はい、どういう話かというと、なんか僕にね、コラボのお誘いのメールが来たんですよ。で、それに僕はとある、まあ、返事をしたんですけれども、なんか、まあ、そんな話です。はい。僕に、柴田にコラボの、とある YouTuber からコラボの依頼が来た話ですね。はい。もうちょっと詳しく言います。はい。僕にですね、メールで、僕がお仕事用に公開してるウェブのメールで、YouTuber からコラボの依頼が来ました。メールをざっくりと読みます。柴田様、突然のご連絡失礼いたします。株式会社〇〇の〇〇と申します。弊社は YouTube チャンネルの運用や制作を行っておりまして、この度 YouTube チャンネル〇〇の制作を担当させていただいております。つきましては、チャンネル出演のご依頼をさせていただきたく、以下詳細ご例ご確認のほどいただけますと幸いですという感じで、まあ、詳細、YouTube チャンネル〇〇にて、様々なゲストを招いた、番組を、まあ、作っておりますと、まあ、それに柴田さんに出演をしてほしい、収録時間は2-3時間ほど、撮影の時期は何月何日から何月何日まで、場所は都内某スタジオ、配信時期は12月下旬、詳細は添付させていただいた資料に記載がございますのでご確認いただけますと幸いです。はい、っていう感じで、まあもし何かご不明の点があれば打ち合わせでのご説明も可能ですので、お申し付けください。お手数おかけしますがよろしくお願いしますというメールが来ました。とある、まあ、YouTube チャンネルを運営している制作会社、プロデュース会社から私に連絡が来まして、柴田さんコラボしてくださいという依頼が来ました。まあ普通ですよね、メールの内容は普通です。ただ僕としては、まあなんて言うんだろうな、このメールに返信はしませんでした。なぜかというと、出演費用、ギャランティーの金額の記載がなかったからなんですよ。なんで、なんか、ギャラのこと書いてないなみたいな。ただ単にコラボのお誘いなんかなと思って。で、僕としては、あんまり無償で、容赦ない YouTuber とコラボする、気があんまりないんで。だから、このメールに返信をしなかったんですよね。そうしたら、次の日か次の日に、またメールが来まして、その会社から。柴田様、先日ご連絡させていただきました、株式会社〇〇の〇〇と申します。本企画のご出演についてご検討いただけておりますでしょうか。打ち合わせと撮影日につきましては、下記更新させていただきましたので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。事前打ち合わせ1時間ほど、当日打ち合わせ1時間ほど、収録時間2-3時間ほど、撮影時期が何月何日の、何時から何時、何月何日の何時から何時、何月何日の何時から何時、ここから選んでください。何卒よろしくお願いいたします。っていう感じで書いてありまして、ここでも、要はギャランティーの記載がなかったんですよ。全く。ギャランティーの記載がなかったんです。なんで、でも、もうなんか、僕が要は返信したら2通目のメールが来て、で、日程、こっから選んでくださいみたいなメールが来たんで、僕はね、メールでね、
返信で公開したんです。はじめまして柴田です。出演料などいただけるお話でしょうか。この2行だけをメールで返したんです。そうしたらこの YouTube チャンネルのまあ制作会社からまあ一切返事がないという、全く返事が返ってこないというこういう件なんですよ。で、これもうちょっと YouTuber とはどういうものかっていうのを皆さん、まあ、YouTuber ではない人がほとんどですから説明すると、YouTuber 同士のコラボってほとんどがお金が発生しない。例えばヒカルくんとかラファエルとか朝倉未来とか、そうじゃなくてもなんだろう、まあ、YouTuber とコラボするじゃん、渥美拓真くんだとかさ、コラボするじゃないですか。で結構その有名 YouTuber 同士のコラボってお金が発生してないんですよ。だからお互いに自分のチャンネルの動画を撮ることでウィンウィンになるし、その数字がお互いにアップするから、そこで、じゃあヒカルがね、ヒカルは俺の要はそのチャンネル登録者が全然多いし、知名度的にもヒカルは多分上だと思うんだけども、でもヒカルが柴田のチャンネルに出るからと言って、じゃあ柴田さんいくらいくらくださいみたいなのってこれまで一回もなかった。一回もないですよね。だから基本的に同格の YouTuber 同士のコラボっていうのはお金が発生しないんです。ただこれが格がね、格が違うとお金が発生することがほとんどなんですよ。だからちょっと前に俺が焼肉柴田をなんか、10万円分購入してリスナープレゼントするみたいな女性 YouTuber みたいなのが現れて、でその女性 YouTuber と一緒に動画撮った時も私お金をいただいているんです。っていうのは同格じゃないから、向こうの方がまあその知名度が少なくて、僕の方が圧倒的に知名度が多いから、要はその子のチャンネルの動画に僕が出演することが僕としてはメリットがすごい少ないから、その知名度とか YouTuber としての格がすごいその差があるときに、そこにお金が発生することがほとんどなんですよ。でこれは多分どの YouTuber もそう、ラファエルも同格の YouTuber と設営するときはギャラとかお金の話は全くないんだけども、その要は登録者とか再生数とかに差がある YouTuber とコラボするときはラファエルさんはその YouTuber からお金をもらってるんですよ、っていうのがあるんですね。まずそもそもとして、で、まあ今回僕はなんて言うんだろう、このコラボの依頼をしてきた YouTuber のチャンネルを見たんですよね。で YouTuber のチャンネルを見たんだけども、まあ、実はですね、こっから話がちょっとややこしくなるんだけど、その僕に、動画出演の依頼をしてきた YouTuber は登録者80万人ぐらいいるんです。登録者80万人ぐらいいて、アベレージの再生数が30万再生から、まあ、多くて50万再生みたいな、まあめっちゃ滑ってるとこもあるけども、まあなんだかんだ40万再生前後のアベレージを持ってると、1本動画を投稿したら40万再生前後は、再生数を持ってる YouTuber ですよね。なんですけど俺はその YouTuber を知らなかったっていう感じなんですよ。でも今多いんだよね、結局その登録者100万人いる YouTuber が死ぬほどいっぱいいるからさ。だから登録者100万人いて再生数も結構取ってるけど一般知名度はないみたいな YouTuber って結構いてっていう感じで、僕はまあ、登録者も結構いるし数字は結構持ってるけども、まあ、俺は知らないみたいな、子たちからのまあ依頼で、で俺は、まあでも俺は正直あんまりね興味ないの。その自分が知らない人とか、自分が、あ、この人って面白いなとか、この人にすごい興味ある、この人コラボしてえなって思う人と以外、あまりコラボしたいなと思わない。それこそ、平本蓮くんとか、ライジンファイターの平本蓮くんとは話してて面白いし、で、俺と平本蓮がコラボすると、結構その、起爆剤、なんかこれ、化学反応が起きて、すごいなんか、めっちゃ面白い動画ができるから、で、平本蓮とかは、YouTube チャンネルとしては、まあ全然自分より格下だけど、全然ギャラも何にも発生しなくてもコラボしたいし、絡みたいし、そもそもレン君と二人で喋りたいし、みたいな感じなんだけども、ただまあ、俺に依頼をしてきた80万人規模の YouTuber に関しては、正直俺全く魅力がなかった。だから、俺はこの人たちとコラボして、で、向こうからしたら、まあ、俺らね、なんだったら今の柴田より数字持ってるし、みたいな感じなのかもしれないけど、俺としては、あんまりその
興味がなかったから、だからえお金って発生しないんですかっていうメールを送った。そうしたら向こうの、まあ、から返信がなくなったっていう、そういう話なんですよはい。でこっから先なんだけど、多分だけどね、多分向こうのその80万人のチャンネルの子たちで、アベレージで30万再生持ってる子たちは、柴田からえこれってギャラって発生するんですかっていうメールが来た時点で、うーわ柴田きっしょみたいな、あのおっさん俺らの方が数字持ってんのにギャラ要求してきたんだけど、えっていうか柴田今落ち目じゃないの、YouTuber120 万人登録者がいて再生数とか10万とか20万とかでしょ、えそんなやつが自分よりその再生数持ってる YouTuber からコラボの依頼が来てお金くださいとか言ってんの、ちっさケチー、うーわだからお前売れてねえんだよ、だからお前は落ちぶれてんだよって絶対思われてるわ、絶対思われてるよね、いやっていうところなんです、っていうところでもね、聞いてください聞いてください、もうね俺はもうアベレージの再生数とか割とどうでもいいところで生きてる、だから要はもう俺のメインの仕事がパチンコの仕事なんですよ、パチンコの収録の仕事がもう 60% になってるんですよ、っていう時に一応そのメインチャンネルの目標は数字をある一定水準より落とさないみたいな、要はメグインみたいに落ちぶれなければ、まあ、10万再生そこそこキープしてれば YouTuber としてはこう要はその YouTuber という肩書きとして生きていける、でパチンコの集客、パチンコ来店の集客にも影響しないぐらいの知名度を常に維持していれば、影響力を常に維持していれば俺はそれだけで全然本当にパチンコの収録来店だけで全然もう十二分に稼いでいけるだけのもうスキームをね組み上げているんですよ、っていうところでなんか今更貪欲に自分より数字を持ってる人にすり寄って、自分より数字持ってる人のチャンネルにガンガンコラボして、で媚び売ってそいつらと仲良くなって、でその人のリスナーを分けてもらうみたいな、それこそあの相馬トランジスタみたいなね、そういうやり方は俺ももはやする必要がないんですよ、そしてしたくないんですよ、っていうところで俺はなんかたとえ自分より勢いがあって自分より数字持ってる YouTuber だとしても、俺が興味ないですとコラボはするつもりは基本的にはない、金銭が発生しない限りは。そこで向こうから、あ実は出演費が、何十万円なんですって話が来たら、ああ全然出ますよっていう話になるんだけど、ノーギャラで、えだって柴田はもう美味しいっしょみたいな、柴田はもう全然俺らのチャンネル出るんだったらね、柴田もね数字増えるかもしんないよみたいな感じでっていうのが俺の中ではなくてね、でも確実にですね、確実に思われてると思うんだよな、柴田俺より数字持ってねえのにギャラの交渉してきやがったよみたいな、サブキッショみたいな思われてると思うんだよね。さあ皆さんどう思いますどう思いますって、どう思いますっていうのはあれけど、いやまあね、これはでもこれは僕の分かってほしいっていう釈明の動画なんで、これを多分その YouTube チャンネルのやつらも見る、俺に依頼してきた YouTube チャンネルのやつらも見るから、だからもうここで声を大にして言っとく、ね YouTuber ってやっぱバンと売れるまで、バンと売れてある程度の地位に行くまではすっげえカロリー使う、すっげえカロリー使ううし、いろんな運が必要だし実力も必要だし、頑張んなきゃいけないんですよ。でも正直ね、正直まあ、すっごい嫌味な言い方かもしれないけども、俺ぐらいまで一般知名度が増えたらもう数字なんかそんな関係ないっていう感じになるんだよね。それこそラファエルなんかも今 YouTube のメインチャンネルの数字ガタ落ちじゃないですか。でもラファエルっていう YouTuber をほとんどの若い人が知ってるわけじゃないですか。で、柴田もそうでしょ。柴田って一般知名度相当すごいでしょ。再生数は、まあ、最近10万再生そこそこだけども、一般知名度で、今若い人に柴田って知ってるって言ったら、ああ、名前は聞いたことありますっていう人がほとんどで、まあまあ知ってるわけじゃないですか。で、そこまでなったら、その名前を利用して、その知名度を利用して、それをマネタイズして、
要は何らかしらお金を稼いでいくっていう、要は、システムに切り替わるわけですよ。 YouTube の広告収入で食ってるわけじゃないんですよ、もうここまで来るとね。だから俺はもう自分より数字が上の YouTuber とか、自分より勢いがある YouTuber とか、まあ再生数もそうだし登録者数なんかももはやどうでもいいんだよ。なんか自分は、要は登録者、200万人300万人500万人1000万人っていうところを目指すんじゃなくて、自分柴田という YouTuber がより長生きするためには、柴田というコンテンツをより長生きさせてお金を稼いでいくにはどうしたらいいかっていう道を見つけるところに基本的には走るんですよ。っていうところでお前らなんかとそのコラボをして美味しいとなんて俺少しも思わねえんだわ。っていうところでなんかそもそもギャラの金額をね少しも書かずにねメール送ってきたことが僕の中では、まあ、ないなと思ったんですよね。うん。でも向こうからしたらね、向こうからしたら違うのよ。ね、落ちぶれたね、自分より数字が落ちてる柴田にオファーを出してやるみたいな感じなのかもしんないけど、ごめん、俺そういうところ生きてないからっていう感じなんですよね。はい。っていう話。うん。っていう話でございます。うん。さあ皆さんどう思います？どう思いますか？それは、ちなみにね、俺、例えばそのポーカーの、柴田のポーカーの YouTuber、トーナメント生放送みたいなのに呼ぶときも基本的にみんなノーギャラで出てもらってんだけども、まあ一応その、あんまり絡みがない YouTuber、 はじめましてみたいな YouTuber とかに連絡するときは、いや本当申し訳ございません、ノーギャラなんですけれども、いや一応そのポーカーが本当に好きな YouTuber で集まって生配信するんですみたいな、でまあ何々さんはもう有名なんでもう全く必要ないかもしれないけども、一応僕のチャンネルでそのポーカーの配信を一緒にした YouTuber とかは、そのいやその GG やら KK やらね WPT やらそのいろんなところからポーカーのお仕事をもらってたりするんで、柴田のチャンネルでポーカーをやってるってアピールすることがもうまあ結構仕事につながったりするんで、まああえてメリットを言うんだったらそこなんですけども、まあもう何々さんはもう有名なんで、そういったことも必要ないかとは思いますが、まあ、ポーカーが好きという気持ちがあるのであれば、で、柴田のチャンネルに出てもいいよっていう優しさがあるんであれば、出ていただければ幸いでございますみたいな。っていうのを俺はメールで送る。ね。本当にすいません。ノーギャラなんですけど、ポーカーが好きなみんなで集まってるんですって、最初に説明する。俺はね。で、それは俺は、マナーだと思ってるし。まあでも結局まあケチなだけなのかもしれないけど。でも、まあノーギャラってことはあらかじめ説明して出演依頼を送るんだな。そこに来てですよ。そこに来て、まあその子たちはよ。その子たちは、いや俺に、いや一言あってもいいんじゃないって。ごめんなさい、そのギャラはないんですけども、皆さんゲストで出演させて、もらってるんです、みたいな。で、柴田さんと我々のコラボが実現したら、そこになんか面白いとかできると思うんですっていう。だからギャラはないんですけど申し訳ないんですけど出てもいただけますかっていう説明があっていいんじゃないのっていう俺は思うのね。だって俺だからごめんなさい、その俺は同じノーギャラでもすいませんノーギャラなんですけどっていう説明をするんだよ。でも向こうはしてこなかったと。でもそれって必要なのか必要じゃないのか、まあ向こうからしたら自分より数字のない YouTuber にオファー出してるからそんな説明は不要なのか分かんないけれども、そう俺はね、俺なんか気になっちゃったんだ。いや俺ギャラの話俺からしたけどさ、これって出演料発生するんですから聞いたけど、向こうからしたらうっぜーな気持ち悪いみたいな、こいつこっすいやつだなって思われてんだろうなって、ちょっとですねちょっと思っちゃったんで、ちょっと皆さんのこの話をなんとなく聞いた感じの皆さんの外野からの意見をですね、客観的な意見をですねちょっと聞きたいんで、どっちか正しいでもどっちか悪いでもね、まあお互いそんな悪くないよとか、最近の若い子ってそうだよねとか、売れてないお前が悪いでも何でもいいんで、ちょっと皆さんの意見をお聞かせください。はい、そんな感じで、まあ私 YouTuber 9年ですよ、9年やっておりまして、 YouTuber がないっていう時代から YouTuber を始めてですね、こうやって頑張ってきたわけなんですけども、最近出てきたYouTuber の若い子たち、そして自分より勢いがあって数字持ってる若い子たちにね、まあそういったメールを
僕の中では舐めたメールを送られたっていう、はい、そんな話でした。柴田でした。はい、皆さんぜひコメントお願いします。ありがとうございました。明日を切らずにいられ。